坂上忍写真を拡大12日放送のフジテレビ系、バイキング、好き散るだ金曜、午11時55分、では、11日に日大教職員組合が、田中英寿理事長、71、宛ての、要求書、に賛同する教員らの署名7が52人分集まったと発表した会見について特集した。番組では同組合の会見で、報復が恐ろしいけど、当該学生がこの何倍もの恐怖を感じていたと思うと教員が名前を出さないわけにはいかないと考えました、との声や、報復人事の恐れがある。ので、在学の非常勤講師助教助手職員や高校教員などに関しては本人が公開、不可、とされていてもすべて公開、不可、扱いといたしました。との正し書きがあったことを紹介した。MC の坂上忍、49、は、会見を見たんですが、と切り出し、何に一番驚い。たかって言ったら、報復、って言葉がどれだけ出てくるんだよ、と指摘。会見を行った同組合の役員に、顔を晒して、あの発言をするということですから、よっぽどの覚悟だったと思う、と思いやった。